緊張やろ、もう。いや、めちゃくちゃ緊張します。僕、まあ、僕が25年ぐらいオリックスファンなんですけど、うん、でも星野さんの現役時代も知ってるし、コーチ時代も知ってるし、阪神時代も知ってるんで、なんか、ほんま喋れないですよ、僕。ちょっといや、でも結構喋ってたよ、さっき。はい、確かに。そこは言わない。あ、そう、ごめん。星野さんが結構喋ってくれるから。そう、めっちゃ緊張してるからさ。ねえ、憧れの森田選手と。はい、すごいですよ。はい、ねえ、トレンディエースで。ね、サスケはどうだ、オリックスは。オリックスはその相方が好きで、営業とかで一緒にこうオリックス の, あの試合前とかの営業とか行かせてもらってから見出したんですけど、まあ、でも野球が好きなんで、あとパープロが25年ぐらい好きなんで、まあ、もうね、そう、それ必ず言われる。パープロの星野さんはね、パープロの星野さんどうでした。パープロの星野さん打ちやすい。そうあ、みんな何、俺に気使ってすごい球投げますよっていうの、あれ嘘なの。いや、あの、本当の星野さんはもう噂でも、その友情でも見るんですけど、やっぱすごい打ちにくいって聞くんですけど、パワープロは速さが正義なんで、緩急がないからな。あのスピードいいやもんな。あ、そう、そうや。ほんまに、たまにあるんですよ。じゃあみんなあれ気使って言ってんだ。気使って言ってんの。気使って言ってんの。星野さん、ほぼベンチですめちゃくちゃカーブ曲がりますよ、く使ってますっていう人めちゃくちゃ言ってくれるんやけど、今初めてなんか本音を聞いたような気がするわ。ただあのプロスピはちゃんとそこやってくれてるんですよ、ちゃんと。本当、あの緩急をやってるんですけど、あの初期のパワープロはもう、あの正直その上手い人が下手な人にハンデで星野さん出すとかやめろ。そうか、どういうことパワープロだね、パワープロがそうしようっていうだけで、星野さんがどうとか一番あの強振で打てるピッチャーやろ。俺ね、なんかね、一番最初そのパワープロなのかなんかわかんないけど、はいはい、要するにそのまま星野じゃなくてホピノで出てたって。それがね、一回やったことがあったの。もう相当前だよ、ホピノ。そしたらさ、まっすぐばっかり投げると、うん、すぐさ体力消耗して、はい、ダメやん。すんません、お前やめとけ、そういう失礼なこと。いやいや、パワープロ吉本来たからこうやって芸人にじられるけど、他の事務所やったらもう神のように扱われる。いや、でも俺今初めてね、それで俺がそのなんていうの、やっぱ球遅いから、はい、なかなか使いづらいっていうのを、はい、初めて言ってくれたから、よかった。さあ、ということで、オリンピックもありましたけども、はい、オリックスの選手も大活躍。まあね、2人出てますけど。どう見てましたか、星野さん。いや、だからもう実力通りじゃないですか。はい。ね。まあ、これちょっと撮ってる時が、まだ決勝、最後の決勝前なので。そうですね。まあ、勝ったという体で話せばいいの。そうですね。いや、星野さんが思う方がどっちですか。それは日本勝つでしょ。じゃあ、それでいきましょう。うん、はい、これもし万が一のことあったら、ここから 2,3 分めちゃめちゃ恥ずかしいです。いや、まあ吉田正尚はよく打ちましたよ。勝った。まあただこれで金メダル取って戻っていくといいお土産になるかなという、オリックスにとってはね。やっぱ1位で前半ターンして後半もう2人が引っ張ってくるんじゃないですか。ですよね。もうさ、今年のオリックスバファローズなぜ強い。これシンプルに、まあシンプルになぜ強いんですか。まずね、山本由伸が、まあ、去年、一昨年でタイトル、防御率1点台でタイトル取った時に、まず防御率1点台のピッチャーに2桁を勝たせられなかったっていうのがまず大きな、まあ、打撃の方がね、はい、あと1本っていうね、監督のコメントがめちゃくちゃ多かったの、うん、確かに。だからそこの勝負強さがやっぱり出てきたのと、あとね、よく粘る、今年は打者がめちゃくちゃ粘る。それまではね、ランナー貯めるったり点数取るでしょ。でもね、球数見てると大した球数いってないよね、うん、だから例えば、うん、試合を相手チームが諦めようと思ったら引っ張れるわけ。パ・リーグだし、うん、打順回ってこないから、はい、そしたら、まあ、リリーフに負担もかけなくて済むけど、うん、今はもう先発ピッチャーをもう5回で100球ぐらいいっちゃうから、この前涌井投手なんかもう投げるともなくなってたもんね。粘り強く、粘り強い。あの確かに粘るで言ったら、福田選手とか16球で最後ヒット打って、あれがやっぱ今のオリックスやなと思いますね。確かに。だからね、はい、まあ今までだったらソフトバンクがそんな感じだったんだよね、はい、これはもうそのキャンプの時からというか、意識改革みたいなんて中であったんですかね。あの粘りはでもね、最初からまあみんなでなんか
全てみんなで戦うっていう姿勢はまあ中嶋監督も言ってたんで、うん、ただどういう形になるのかが分からなかったんだけども、やっぱりあのみんなでやっぱ粘っていくっていうスタイルはね、本当になんて僕はピッチャーだったから、はい、よく分かるのね、うん、もうね1人のバッターにねもう5球も6球もかけたくないの、それが10球ぐらいになると、はい、どっかでちょっと諦めじゃないけど、まあいいかこいつもヒットもうとりあえずヒットでもいいからもうぐらいになるよ、だからいやそれは満塁とかだったらもう全部必死でいくけど、確かになんかパチンコとかでも、はい、全然当たらへんくて早当たるやん言うて確変来て、うん、16連チャンとかぐらいしてきたら、うん、もう早単発で終わらへんかなと思う感じになるけど、そういうので、ね、うん、でもファンから見たら今年前半のオリンピック前のなんか楽しそうじゃない、選手がベンチもみんな西開幕2戦目を2人で、うん、まあ、仕事で見てんな、あそうやな、うん、でその時宮城投手が投げてて、やっぱ若い選手がすごいから、うん、やっぱ応援もしたなるし、うん、やっぱ熱くなりますね。いやでもオリックスファンってもう優勝だいぶ遠ざかってるんですよ、うん、だからなんか喜び方が分かんなくて最1位になって褒められるんですよ、結構調子いいなって言われても、うん、なんかそのなんかこういう時なんて返していこう、あの負けた時の返しいっぱいあるんですよ。いやだから、はい、その時はもう真面目に優勝しそうだから、はい、あのちょっと静かにね謙虚に言っておかなきゃいけない。だからほらもう今年で明るくなってる時はあもうちょっと頑張れば優勝できるんだけどねぐらいのことは言えるけど、本当に優勝しそうな時ってあんまり言わない、はい、いやそうそうそう、なんか言えないですよソフトバンクファンにちょっと勉強させてもらって、いやほんまソフトバンクファンってほんま負け方勝ち方でも文句言ったりするんですよ、なんか今日の勝ち方はなんかちょっと良くなかったとか言うんですけど、僕らあの負け方で喜んだりしますからね、だってもうまだいい負け方やみたいな、今日はなんかあのヒットも出たしなんかあのピッチャー良かったからこれはもう勝ちに等しい負けやなっていう、最近調子ね、ちょっとこの優勝するんじゃん、ありがとうございますないな、デパートじゃないから、いやでもそうなってくるよね、なってきますもん、うん、ほんまにちょっと静かにしといてっていう感じでしょうか、はい、さあ、はい、注目の選手とチーム戦略迫っていきたいんですけど、うん、ちなみに白澤さんは注目選手みたいな、いやそうですね、もう分かりやすいところで言うとやっぱ杉本選手が入ったことでやっぱりねずっとね課題が吉田正尚選手めちゃくちゃ良かった、うん、とにかく良かったんですけど、この前後どうするかっていう、うん、で正尚選手勝負せえへんかったらあと抑えれるっていう空気結構あったんですよ、うんうんうん、で今でも杉本選手が入ったことで正尚とちゃんと勝負せなあかんぐらいなんですよ、うん、だから今両方調子いいんですよね、正尚選手だけ集中せなあかんかったが、うん、杉本入ってあの得点力も上がるし、こっちもねなんかあの見てて楽しいんですよ今。お前 OB? やっぱりさ、よく見てるよね。いやずっとずっと。2006年ぐらいレギュラー張ってたもんね。今のちょっと注目、見る目はどうですか？いや、もう最高ですよ。で、杉本もすごかったのが、はい、最初全部右打ちばっかりしてた。あ、そうですね。はい。覚えてる？分かった。見てるね、去年がもうずっとシングルヒットばっかりやったんですけど、うん、そのあれ多分自分で語り…さん、あの、こいつにコメント言わせてコメント…星野さんの話聞きたいですよ。確かに。あの、はい。こちらプロでもなんでもないのいやでも、まあまあ、なんか一緒に喋れそうな感じだよ。何がこいつに答え求め出してるんですか。いや、知ってるね。それは25年間前やから。びっくりしました。右打ちねえ。そうですね。お前プロみたいに言うんだよ、お前。去年すごかった。終わったら俺がファン代表かいやでもほんまにあれ多分自分的にあのあれがゴールじゃないですよ多分、うん、あのあれ課題持って多分やってるんですよ、右打ちを今年はとにかく右打ちだけ上手くなろうっていう、うんうん、でヒット打てるっていう自信がついたから今度強振できるようになって、だから2ストライクまで追い込まれてもあの大丈夫っていう安心感が今あるから杉本選手はホームラン打てるんですよ、うん、多分じゃないですか、その辺どうですか。で、うん、そうそうなのそうで、そうやないそうなの、そのまま引き取ってやめてください。いやいや、正しいこと言ってたからでさ、やっぱりさ、はい、課題はやっぱインコースがやっぱりよく詰まってたのね、うんうん、でもあれを一回ね、どっかですごいところホームランにしたの、はい、そっからあんまりみんなインコース攻められなくなって、うんうん、阪神のエキシビジョンゲームで、はい、あの多分インスラかな、なんかホームラン打ったでしょ、うん、多分みんな基本的にこっち攻めたくなるバッターなんだけど、うん、はい、あれを打てるようになったらじゃあどっち攻めようって、そうです、ね、ピッチャー心理としたらもう一発それもともとは外が強いっていうデータ的にもね、はい、手足長いですよね、そうそう、でこっちが弱い、でもこっちがホームラン打つようになった、このもう駆け引きだもんね、
打たれるかもしれないけど外も行っとかないと、うん、インコースばっかり行ったら裁かれるから、うん、まあ、だから4番打たしてるんだろうけどね。なるほど、うん、今の星野さんの意見はどうですか。いや、合ってます。違う本当合ってますじゃない。いや、嬉しいよ。合ってますじゃない。いや、合ってますじゃない。合ってますだって。今のインスラウンだな。チーム戦略っていうのはどうなんですか、今年は。あのね、俺は一つ戦略として、はい、その中嶋監督の特徴なのはね、今まで